6月7日発売のコットンタイム7月号と掲載作品を少し紹介します。7月号はふさんこチャンネルさんのスクエア定規がついています。10センチの定規で街を作ったり、真ん中にゼロがついているので印付けにも便利そうです。使い方は書面でたくさん紹介されているので、今回は使い方を割愛します。本の紹介をします。実物大の型紙はハリモグラさんの持ち手付きトラベルポーチです。これからの季節の旅行に役立ちそうな可愛いポーチです。これはアクリルスタンドの作り方です。レジンでできるそうです。一コマずつ丁寧に作り方が書いてあります。ここからは定規の使い方です。作品を作りながらポイントをまとめてあります。刺繍なフレームや夏らしい作品もたくさんあります。これはお洋服の作り方でカーゴパンツです。履きやすそうなパンツです。暑さ対策グッズも紹介されています。これは一昨年くらいからよく見かけるリング状のネッククーラーを入れるケースのようです。こちらは布小物作りの14のテクニックということで、ダーツやカーブやギャザー、タックなどをうまく作る方法をまとめてあります。この黄色いところがテクニックです。ファスナーの付け方も詳しく書いています。ちょっと苦手意識のある丸底の縫い方もあります。こちらでは副資材を紹介されています。バイアステープの種類やホックやスナップ、接着芯など、写真付きなので分かりやすく解説されています。ジャッキーちゃんは可愛いレインコートです。最後の方に私の作品があります。今回は以前に紹介したこちらの小物入れを紹介しています。動画ではこちらの小さいサイズを紹介していますが、カトラリーケースやペンケースなどのサイズも作れます。ミニコラムでマグネット定規の活用法も入れています。の持ち手の紹介もあります。使いやすそうなバックインバッグの作り方もあります。次回号にも登場しますのでよろしくお願いします。こちらは Amazon や楽天でも売っています。楽天ブックスがポイントがついて少しお得かなと思います。